こんにちは、こんばんは。リザルトジャパンの月島です。吉岡です。いつもご視聴高評価本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで本日は GR ヤリスのオフ会に来ております。お邪魔してます。これからね、リザルトジャパン GR ヤリスのエアロパーツを開発していくということで、まずはね、ちょっとお勉強をしましょうということで、そうね、見学がてら遊びに来させていただきましたので、今日集まっている皆さんの GR ヤリス見させていただきたいと思います。はい、それでは早速行ってみたいと思います。今回はね、100台ぐらい参加されてるそうで、はい、こんなに GR ヤリスをねいっぱい見ることもなかなかないです。すごい。早速ね、このかっこいい、めっちゃかっこいい、ラリーカーですね。すげえ、見るからに GR ね、もうザ GR って感じで、ウイングが特徴的で、はいはい、まさにラリー2。これも今のカラーリングですね。これ現行の GR カラーです、ね、すごい、かっこいいとかね、はい、こちらもね、これもかっこいい、カナードがすごい特徴的で、はい、かつね、ダクトがね、はいはい、これもラリーっぽいダクトになってますね、はい、ラリーというか、あのラリー1とかラリー2もこんなダクトしてます。で、はい、これはおそらく有名やと思うんですけど、はい、ウィング、おー本物のラリーウィング、マジで走ってそうけど、速攻これめすげえよ、すごい。これね、パンデムのワイドボディに、はい、すごい 21C に、はい、ブレインボー、すごい、すごいな、かっこいい、お金のかけ方が半端じゃない、すごいですね、めっちゃかっこいいですね、かっこいい。でボンネットはバーリスさんのボンネットだろう。なるほど、かっこいい、これかっこいい、この車すごいね。隣は GRM、 GRM 言いにくい、多分800万ぐらいするんじゃないかな。マジで、そう、これですか、多分、すごい。いや、ヤリスってね、はい、高級車なんですよ多分。お尻もね、結構いろいろ見たんですけど、はい、このトムスさんの猫さん、あ、猫さん、さっきこっちに猫さん、目が行っちゃった、ごめんなさいこのね、リアハーフにマフラー、はい、めちゃくちゃいいです、かっこいい、とか、こんな感じで、はい、こうね、これは加工してあるんやろうけど、ネットでね、はいはいはい、抜いてて、あー、なるほどね、多分ここ、パラシュート軽減してます、はいはい、なるほど。で、アペックスさんのデモカー T37 サーガ、はい、サーガ S プラス、 S プラス、これもかっこいいな、みんななんか、はい、これもアペックスさんのデモカー、はい、しかも GRMN、 かっこいい、おい。さあ、続きましてこちらの列です。そういやね、はい、当たり前やけど、まだ時期型がいてないですね。それはね来年には増えるんかな、ね、えこれなんかね、はいはい、どっか商品なんか知らんけど、はい、コグのね、この空力を考えてダクトカバーがついてます。これアタック号では結構マストやったんじゃないかな、はい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 、これからどんどん走りもカスタムも熱くなると思います、ね、なんかあのヤリスは GR ヤリス、うん、はあの上げても下げてもかっこいい気がします。上げたい、上げるというか、備えに下げんでもやっぱかっこいいよね、ラリー。珍しいリザルトジャパン。いや、最近下げるよりちょっと上げるに。あ、ラリーとか。思考が、ね、あれ、どこやったっけな、取りたい羽があったんやけど。ちょっと戻ります。あ、これ。これだ、これ、多分。この方、長野から参加の。ちょっとお邪魔します。カーナンバー51番さん。ほら。はい、こんな感じ。え？角度調整ができる。わ、すごい。けどね。見たい。残念ながらどこのやつかまだほんまに分かりません。ほえね、角度を変えれる、ほえほえ、いや、これ効きそうね、結構、うん、ステイが回線カーボン、あー、そう、はい、多分私の目がバグってなければ、そうです。楽しみ楽しみね、作るのが楽しみ。僕のカバーしてますね。コンパクトカーで言えば、うん、スイフトだけじゃないですか。そうね、うちはね、ね、コンパクトカーシリーズが増えるのも、この方いた点でもお車はお会いしました二度目まして、そう、二度目まして、フリーレンの仕様ですね。カーナンバー46番、こうちゃんさんです。今2話まで見たので全話見てるんですか。いや、見てます、これを見てます、フリーレン見てます
え、じゃあこの女の子の名前言えます？フリーレン。フリーレン様です。フリーレンさん、すげえな。ミラーも乗ってないね。あ、そういうパターンもあるのか。イタシャ勉強中だから。あ、そうやね、これもある、はい、イタシャのお勉強させてもらってる。このね、みんなつけてるこのネットとか、はい、あ、ね、グリルのメッシュ。そう、メッシュ化はなんかデフォルトなんかな、はい、みんなして結構みんなやってますね。そうね、とか、はい、あ、こちらのボンネットも多いですね。あ、確かにたくさんいます。取り込みが深く、中ダクトもついてるんでね、うん、かっこいいです。へー、まだなんていうかな、蚊帳の外というか、あの市場調査レベルなんで。これから、これからね。そうね、これからいろいろです。やっぱ白ホイ、はい、いいよね。白ホイはもうマストやね。もうラリーって感じですよね。けど僕が買ったホイールは白ではない。な100台でも内容が思ってた以上に濃い。カーナンバー18、ムーファ、かわいいおじさんだそうです。多分この方も呼ばれると思ってなかった、ね、おー、すげえね。役にレイルかな、これ。レイルさん、レイルさんの、はい、おそらくね、はいはい、無知ですいません、うん、羽、この羽よくあるね。トムス様なのか。おお、かっこいいね。おお、 G025 に、はい、ローターがだけ変えてはるんかな。ほうほう、結構みんな贅沢なカスタムされてはる、ね、ですよね。さすがブルジョアスポーツ界で、これカーボンの、はい、言うたらノーマル形状であったりとか、はいはい、珍しいホイール。私ね、はい、あんまり GR ヤリス分かってないんですけど、うん、みんなさんがカスタムがっつりやりすぎてて、何がノーマルなのかもちょっと分かってない。そうね。ほんまにノーマル車いてないよね、ほぼ。素晴らしい。ですよね。で、こちらが今回の主催者さんの、はいはい、主催さんの車になります。これラッピングしてるんですか。ラッピングが独特、すごい素敵なグリーンですよ。で、はい、フェンダーも見て、なんかこのかっこいい、なんか変わってる、ちょいワイドになってるんかな。全然ちょっと出てる。え、そう、事前情報がないのでどこのかもわからず、だってなんかいっぱい、うん、で、ま、ね、4本だし、はいはい、なんかついてるのかな。そう、ダックテールっぽいのがついてるよね。フランクスポイラー、うん、と羽もね、はい、ついてます。ついてるかも。これもラッピング車両の、これも GRMN や。え、こんなに1日で GRMN 見るなんて。この羽が特徴的ですね。とかね、あとこちら、はい、レッドブル、レッドブルカラー、いい、おそらくあの、はい、カッレロバンペラ、はい、カラー、フォーミュラー D で、あの大活躍中やし、はい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 、WRC で1位のね、がえぐい。車高すごない？エアサスなんでしょうね。いや、ですよね、さすがにね、うん、あ、エアやね、この足はさすがに、ね、このフェンダー流行ってるね、かっこいい、うん、かっこいい、かっこいい、すごいなぁ。羽はじ、初見やね、初見の羽、かっこいいです。かっこいい、ニュンって感じで、やっぱちょっとなんか GT 的な感じよりはラリーっぽい。そうね、 GT ウィングがゼロ。確かに。よし、抜けです。GT ウィング作ります。やった。で、多分やけど、はい、ここの辺は走りガチ勢さん。そうですよね、アタック車両ですね。ゼッケンステッカーついてますもんね、うん、もうなる600とかみたいな。すごいな、すごい、すごい、センターだし、やっぱかっこいい。こちらもアタック車両、アタックやね、アタックやってるんですかね。そうね、モロアタック確か走ってはりました。うん、なんか多分ね、いましたね、筑波にね。こんな感じで走行会とかをやってはると思います。はい、最後この列いきます。これもメッシュ化されていて、はい、こんな感じ。あ、ヤリス欲しい、早くね、早く、ちょっとリザルト、リザルトジャパンがヤリスこうなりますっていうのを皆さんにお届けしたいな。そう、ね、ただ今決まったのは GT ウィング作ろうぐらい、はい、今決めたもんね。待って、行ってないもん全然。いなくないみたいな感じで。なんかボンネットも作ります、間違いなく。おー、ボンネット、ウィングで、はい、気が向けが、まあ、ワイドボディみたいな。いや、ワイドやってほしいですけどね。相当気が向かないとできないワイドって。そうですね、確かに、ね、はい、で、こちらは今ね、ちょうど、はい、じゃんけん大会が行われています。私もやっていいかな。
はい、ということで今回は GR ヤリスオフ会ご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。そして見学もさせていただきましたが、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、リザルトジャパンこれから GR ヤリスのエアロパーツ開発をしていくということで、はい、ぜひね、新しいパーツ楽しみにしていただけたらなと思います。ぜひぜひ。それではこの動画がいいと思った方、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。俺のヤリスまだかな。